カンジュルジャブは、モンゴル族出身の満州国軍の軍人である。満州事変の際に内盲子自治軍を組織し、満州国建国後は、公安軍の中心的人物となった。一時期、川島義子と結婚していたことがある。最終階級は、陸軍中将。金表記は、カンジュルジャブとも、1903年、バボージャブの次男として生まれる。 1916年の第二次万毛独立運動の際、バボジャブは、騎兵部隊を率いて挙兵したが、中華民国軍との戦闘で戦死した。父親の亡き後は日本に引き取られて、早稲田大学で学び、1925年に、反省役の名で、陸軍士官学校へ入学した。1927年には宿親王の14女、川島義子と結婚したが、 1929年に、ヨシコの行方は分からなくなり、カンジュルジャブも彼女を探し求めることはしなかった。1932年、カンジュルジャブは、テイケトンで、バイシセラガワンジュルの娘と再婚した。1931年9月に、満州事変が勃発し、モンゴル独立の後期と判断したカンジュルジャブは、国内外のモル青年を呼び集めて、関東軍支援のもとに、 モウコ独立軍を編成した。カンジュルジャブは、総司令に就任したが、作戦方針について、他の幹部と意見が合わず、内モウコジッチ軍への改装の際に総参謀長、県第三軍司令官となった。10月13日、カンジュルジャブの第三軍は通り、両県城を攻撃したが、第一軍、第二軍の協力を得られないまま、 東北軍騎兵第三旅の反撃で撃退された。1932年3月に満州国が成立し、満州国軍へ編入された内蒙古自治軍は公安、南文省警備軍に改編され、カンジュルジャブは参謀長に就任した。9月に蘇平軍が反乱を起こすと、公安南警備軍も関東軍の蘇、平軍討伐作戦に参加した。満州国時代は、 公安局刑務課事務官、ダルハンオーフ公安警察局局長、公安南省刑務長長、公安陸軍軍艦学校校長などを歴任した。日中戦争中の1938年、中国共産党軍が河北省から熱化省へ侵入してきた。これに対して7月3日、関ジュルジャブ省省を死体長とする監視隊が派遣された。監視隊は、 古北口付近から、交流圏、密雲、麻美圏、下川方面を転戦し、12月までの間に、戦闘回数45回、共産軍に約5000を撃破した。1945年8月のソ連参戦時、カンジュルジャブは、第9軍管区司令官であった。8月12日、第9軍管区は通り、両から法典方面への交代を決定し、8月15日、 部隊は広志王府に集結した。8月16日未明、カンジュルジャブ司令と副官の2名が牙で去っていく姿が日系軍艦らに目撃された。弟のジョンジュルジャブが反乱を起こしたのに対し、カンジュルジャブは軍を残したまま姿を消した。司令官を失った第9軍艦区部隊はその日のうちに解散した。カンジュルジャブは赤軍の捕虜となり、 心境の難礼に収容された後シベリアへ抑留された。その後、武順先般管理署に拘禁されて思想改造を受けた。1960年の第二回得者によって釈放され、弟ジョンジュルジャブの死の1年後に死去したとされる。ありがとうございます。